ハルコックス属は中性塩湖など高濃度の塩化ナトリウムを含む環境に生息する高度高塩菌の一属である。学名は高濃度の塩を好むこと、休憩をしていることからギリシャ語のハロス、塩あるいは海こかす、好みに由来して名付けられた。かなり広い環境に分布する高度高塩菌であり、塩湖のほか爆破された地下の岩塩採掘場、シャーク湾のストロマトライト、 あるいは魚醤などの塩濃度の高い一部の発酵食品にまで生息している。塩化ナトリウムの要求度は高く、NACL 濃度にして1.7から 5.2M を要求する。最適は3から 4.5M である。常温中性環境を好み、15摂取50度、pH4 から9.5程度で増殖する。なお、マグネシウムイオンへの耐性は比較的低い。 形態は0.6から1.5マイクロメートル程度の球菌。増殖時には様々な配列が見られる。弁合を持たず運動性はない。コロニーはバクテリオルベリーによりピンク、または赤色に着色する。強度の強い細胞壁を持つため、低腸液にさらしても溶菌しにくい。細胞壁の成分は他の高度高周菌の多くがタンパク質性の S 層なのに対し、ハリコカスは 多糖類である。栄養的には完全な変性後期性の科学、合成従属栄養生物であり、アミノ酸、多糖類、有機酸などを代謝する。種により、硝酸子を還元する場合もある。一般に、高度高使用菌は、光駆動プロトンポンプであるバクテリオロドプシンを持ち、光エネルギーを ATP に変換するが、ハリコカスはこれを持たないため、 光従属栄養的に増殖することはできないと考えられている。全ゲノムが解読されている種はないが、H モルイのゲノムサイズは 4MBP 程度と推定されている。いくつかのプラスミドを持つようである。広い範囲に生息し、培養も容易なため、高度高周菌の中でも比較的古くから知られていた。分類は何度か変更されており。 かつては高度高使用金のすべての給金を含んでいた。基準種は、ハリコカスモルイコルカーホジキス1973である。ありがとうございます。